こんにちは、バイオハザードゼロ HD リマスタープロデューサーの竹中です。この動画では DLC デザインコンテストに参加してくださったバイオファンの方のためにバイオゼロのここだけの情報をお伝えしたいと思います。一緒に情報を伝えるのは13年前のオリジナル版のディレクターも務めた小田ディレクターになります。小田です、よろしくお願いします。今回はですね、リマスター版がオリジナル版からどれぐらい良くなったのかスクリーンショットからだけではわからない部分を我々2人で解説したいと思います。まずはレベッカですね。これオリジナル版ですね。そうですね、13年前だとこれでも十分なクオリティだったんですけど、今見るとやっぱり少し物足りないですね。そしてそれがこうなると、あ、やっぱり見るからにクオリティ上がってますけど、これどこがポイントなんですか？全体的な質感が上がったことで情報量が増えて、より人間らしさが感じられるようになったというところでしょうか。特に瞳の輝きが増したことで表情にも改めて命が吹き込まれたかのように感じてもらえると思います。次はゾンビですね。オリジナル版からこれがリマスター版と、あ、この変化分かりやすいですよね。頬の部分のディティールとか格段に上がってますもんね。今回のリマスター版ではただ単に解像度を上げたというだけではなく、こういうモデルレベルでのクオリティアップもかなり行ってます。確かに主要キャラだけではなくて、こういうゾンビとかモデルのクオリティが上がっていることで恐怖が格段に増しますよね。では次は背景をお見せしましょうか。まずはこれ、あの養成所のホールなんですけれど、あれ、これオリジナル版ですけど、オリジナル版ってこんなに荒かったでしたっけ？なんかすごい綺麗だった印象があるんですけれども。思い出補正っていうやつですね。リマスター版はオリジナル版の背景の解像度を上げただけでなく、元のモデルデータから高解像度で再レンダリングしているので、これだけ綺麗になりました。作り込んでいたモデルが持っていた本来の綺麗さをやっと皆さんにお見せできるようになったとも言えますね。ドアの上のレリーフの細かさとか、レベッカの手前の欄干のディティールとかもすごくよく見えますよね。この絵画もよく見えるし、すごい綺麗になってますもんね。あ、奥にビリーがいるのもはっきり見えますね。そしてバイオハザードゼロといえば列車の中ですよね。そちらの方もお見せしたいと思います。これオリジナル版やった時にはこの看板に何が書いてあるのかちょっと分からなかったんですけれど、リマスター版見るとはっきり分かりますね。スモーキングエリアって書いてますね。はい、まあ、このように文字もはっきり見えるようになって、まあ、よりバイオの世界雰囲気を楽しんでもらうようになったんじゃないかと思います。それで見えちゃいけないものまで見えるようになって、ここについてた看板取り外さなくちゃいけなくなったんですよね。それここで言いますか。ファン向けですし、まあいいんじゃないですか。というわけで第1回目楽しんでいただけましたでしょうか。第2回目は8月上旬頃配信を予定しています。DLC デザインコンテストに参加してくださっているファンの方には、配信を開始しましたらメール等で連絡させていただきますので、楽しみに待っていてください。ではまた次回、さよなら。さよなら。